平成ジャンプの皆さん、ありがとうございました。いよさあ、こちらには今年デビュー20周年嵐の皆さんです。よろしくお願いします。20周年をかみしめるお仕事というのも多いと思うんですけども、ね、はいはい、どう感じていらっしゃいますか。FNS ということで言うと、はい、やはり我々ワールドカップバレーボールでデビューさせてもらいました、ね、99年でしたけど、はい、もう本当にいろんな過去の素材、デビュー当時の素材一番覚えてるよね。フジテレビで一番覚えてらっしゃるね。あれだ、あの時さ、クルーザーでデビューしたじゃん。今リーダークルーザー運転してるの。成長して20年経ったら、20年経ったら運転できるよ。落ちましたね、20年一級獲得してますから本当なんです。今回は嵐の皆さんの20年を振り返り、バレーボールからドラマの名シーンまで、ドラマも、はい、我々フジテレビ秘蔵の貴重映像がございます。 VTR です、どうぞ。1999年9月ハワイで突如発表された嵐のデビュー。突如でもないんだけど、メンバー5人にとっても予想だにしない出来事だったというこの発表から今年で20年、嵐とフジテレビの20年を振り返ります。ハワイでのデビュー会見直後から嵐とフジテレビががっちりタッグを組んで盛り上げたのが、会見からわずか2ヶ月後に開幕するワールドカップバレーのイメージキャラクターという大役に就任。嵐とフジテレビはワールドカップバレーを二人三脚で盛り上げました。時には体を張ってバレーボールを体験したり、そうそうそう、言わんね、お前頭ばっか使ってちっとも体使わねえじゃんよ。これのどこ。時にはバレーボール部の高校生を描いたドラマを通してその楽しさ、喜びを伝えました。自分を責めんなよ。ちょっと大学一行為なんでね設定がね。